アイテム番号 SCP-738 悪魔の取引。オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル。 SCP-738 は絶えず全ての音声と映像を監視した上で、武装した警備員、そして遠隔爆破装置が連動した3つの隣接した封印されている収容室に常時保管してください。観測された SCP-738 との交渉の多様性と能力及び SCP-738 の限界が不明であるため、厳密に次の手順に従ってください。 SCP-738 が使用されていない場合、その部品は一つずつ各部屋に保管してください。収容施設に組み込まれた自動的手段は SCP-738 の組み立てと分解に使用されることになっています。万が一自動的組み立て手段が失敗した場合、システム修復のために首輪爆弾をつけたエンジニアの派遣が可能になるまで実験は中止されます。エンジニアは SCP-738 のどの部品に対しても交渉を試みれば爆破されると伝えられます。万が一自動的分解手段が失敗した場合、あらかじめ部屋にセットされていた爆弾が SCP-738 の分解に使用されます。その後、システムの修復と再起動を首輪爆弾をつけた1名のエンジニアに行わせてください。装置の実験に使用される全てのクラス D の職員は軽度の知的障害または認知障害でなければならず、首輪爆弾をつけさせなければなりません。これは彼らが SCP-738 について知りすぎ、財団に対して有害な方法で SCP-738 が使われる可能性を防ぐためです。 IQ60 以上のクラス D、 そしてその他の全職員は SCP-738 の収容室に入ることは許可されません。クラス D のみがSCP-738 の収容室に実験のために入ることが許され、研究員が継続的に命令を出さなければなりません。説明。 SCP-738 は3つの部品から構成されています。揃ったマホガニー製の核一式で、机が1つ、 SCP-738-1 背もたれが垂直な椅子が1つ、 SCP-738-2彫刻が施された王座形式のオフィスチェアが1つ、 SCP-738-3 でなり、すべてに真鍮製の装飾と高貴な紫色のビロードでできたパッドがついています。感情を備えた存在が SCP-738-1 を間にして SCP-738-3 と対面する形で SCP-738-2 に座った時、効力が発揮されます。映像記録装置はSCP-738-3 が効果の間動くのを捉え、 SCP-738-2 に近づいたり離れたりするだけでなく、しばしば落ち着いた状態に傾くのを映しています。時折 SCP-738-3 は SCP-738-2 の前に移動します。さらに映像記録装置は SCP-738-3 の引き出しから紙や紙を含んだフォルダが出ていくのを映しています。その紙は羊皮紙で作られています。羽ペンとインクボトルが長い引き出しから出てきます。ペンは一人手に羊皮紙に書き込みます。音声記録装置は歪んだ声が話すのを記録しています。この声は申し出と約束をし、SCP-738-2 に座る者を誘惑しようとしてきます。提案は話す声の方から出されます。もしこの時点でSCP-738-2 に座る者が願い事をした場合、誘惑と申し出がやみます。そこで一旦停止し、代償が指定されます。これには交渉が可能ですが、声は等価である他の代償を要求します。時によると、願い事がなされた時、声は願い事への渇望が足りないや等価の代償を払うことを回避するため、他人のため願い事をしている旨を伝え、その場合は願い事は成就しません。これは他人に影響を与える可能性があるか、入手物の譲渡が可能な願い事に最も頻繁に発生します。取引を受け入れると、合意された願いまたは命令が文字通り叶えられます。さらに厳命されていた代償の支払いが行われます。代償の支払いは、願ったものが望んだ対象の大きさと同等の苦痛を感情または肉体、あるいはその両方に与えると取引した者はおのずから述べています。どのようにして同等であることを計算しているかは
目下のところ不明です。指定されている代償もまた、願い事の実現によって引き起こされるあらゆる苦痛とは関連がありません。支払われた代償と叶えられた願い事の例は、実験記録を参照してください。最後の注意点としては、椅子に座った職員は、SCP-738-3 に座る存在を見ていることを報告しています。しかし、SCP-738-2 に座る者がいないときは、この存在を観測しようとするすべての試みが失敗しており、さらに言えば、同じ職員による複数回のセッションにおいてでさえ、その存在に関する用紙の説明はセッション間で矛盾しています。この件について、その存在に尋ねると、自分は毎回同一な存在であると主張しています。用紙の説明書きには、頻繁にその存在が誘惑的で魅力があることが書かれています。同じ職員による少しの時間を経たセッションにおいては、類似または同一の存在の出現を報告しています。異なる職員による少しの時間を経たセッションにおいては、異なる存在の出現を報告しています。声に関する記述は、機器に記録された音声と一致していません。ホイ7381、経歴。カトリックの枢機卿である、が、に死亡した後、SCP-738 は、彼のオフィスから発見されました。彼は、バチカンシークレットアーカイブ、略中、バチカン四国教皇庁の秘密文書保管所からの特別な儀式のために、ローマ教皇から贈り物として SCP-738 を受け取っていました。削除済みの後、財団は SCP-738 の存在に気がつきました。その出来事の結果の中で、の死体及び彼の意思と争い、財団の職員が机を取得しました。バチカンにいる財団のエージェントは、SCP-738 を取り巻く書類をいくつか発見したと報告しました。ホイ738-2、実験結果。実験1、被験者が SCP-738-2 に座る。結果、研究者はいくつかの試みが彼を取引に応じさせようとしたと報告した。取引には彼の好きな女性の彼への愛、彼を偉大な研究者たらしめるもの、O5 権威の彼への付与などが含まれる。驚いた研究者は SCP-738-2 から立ち上がり部屋から出た。録音された音声は彼の証言と合致している。SCP-738-3 上の存在が消えた後、ペンと紙、フォルダーが引き出しへと戻った。それらが戻る時の速さは120メートル毎秒を超えると計測された。研究者は赤と金色のビジネススーツに身を包んだ男を見たと証言している。実験に、被験者 D が SCP-738-2 に座り、机上の羊皮紙及び文書を分析。結果、スペクトル分析により、羊皮紙ではなく、人間の皮で作ったものであったことが判明。羽ペンの羽の由来がいかなる鳥類であるかは不明。被験者は自由を要求し、対価として親友の死を提示された。D は笑って同意をし、その場から消えた。D は5時間後に再度身柄確保。文書は英語で書かれていることが確認された。D は試験にかけられ、美しく誘惑的な女性を見たと証言している。実験3、非英語母語話者である被験者 D が SCP-738 に座る。結果、対話は D の母語でなされ、また文書も同様であった。D は二度と収容下に留められることのない力を要求し、対価として提示されたのは D の母の記憶であった。D は承諾し、削除済み。12名の人員及び D の死亡という結果に終わった。実験4、失読症及び重度の認知障害のある被験者 D が SCP-738-2 に座る。結果、羊皮紙には取引を表す粗雑なピクトグラムが現れたが、いくつかの英語も見受けられた。大概は、その英語は絵と関係がなく、D の知性を侮辱するもので、D がSCP-738-3 に座る存在について、どれくらい不確かな理解をしているかを表している。D はスラッピー状、ひき肉に玉ねぎなどを加えて炒め、トマトソースなどで味付けしたものを具にしたサンドイッチを要求した。代償はモプシー。D が
財団の施設の中への持ち込みを許可された玩具であると言われた。 D が承諾すると銀の骨董食器、立派な磁器の皿、グレープジュースの入ったクリスタルグラスのシッピーカップ、そして食べ物が机の上に具現化された。食事が終わると D がモプシーが亡くなったことに気づき非常に不安がった。 D は大きなピンク色のウサギを見たと証言した。取引が完了し D が椅子から立ち上がるとため息が聞こえた。ため息の声紋は D のものと一致していない。実験4、追跡調査。モプシーと正確に同一の玩具を支給された D、 結果 D が玩具をモプシーと呼称した途端にそれは消失した。 D は中度の精神的苦痛を示した。実験後、破壊試験。結果、削除済、爆発物、火炎、銃弾、木材破砕機による試験は失敗。斧による直接的な試みは深さ 3mm の一筋の傷を残すのみであり、削除済および試験担当者の死亡という結果に終わった。当該の傷は今も気丈に残る。ビデオ分析によると、傷は1日あたり1マイクロメートルの速さで回復中。実験6、研究者が SCP-738-2 に座り、お前は何者かと問う。結果、実態は大蛇の姿を取り、申し訳ないがそれを教えるのは私のポリシーに反する。しかし私はデータ抹消であなたの気を引くことができます、と述べた。研究者は椅子から立ち上がりセッションを終了した。研究者は精神病棟後に移され、情報を提供するため調査を受ける。実験7、財団法務部の首席弁護士シェルドン・カッツ氏。結果、カッツ氏は実験開始時に財団のエージェントとしてではなく個人として実験に参加する旨の宣誓供述書を提示した。約41時間後、極度の疲労によってカッツ氏が意識を喪失。回復後にカッツ氏はかつてロースクールの初年の課程で契約法の教えを受けた教授と瓜二つの姿をした存在が現れたと述べたが、相手からどのような提案を受けたかについては説明することを拒否した。カッツ氏の報告によれば、意識を失う直前の彼はシャルという単語、すべきである、するであろうなど、ある程度幅のある意味を持つの厳密な定義をめぐって相手と議論しているところだったという。さらにカッツ氏は二人で作成していた契約書の草稿は付属書類を除いても900ページ以上に及ぶものであったと話し、契約書式として利用するためにコピーを取っておくべきだったとも述べた。またカッツ氏は硫黄の匂いがする赤い革製の封筒を所持しており、封筒の中にはいつでも戻ってこい、これほど楽しめたのは久しぶりだと書かれた手書きのメモが入っていた。カッツ氏からは再度実験に参加したいとの要望が寄せられている。以降の実験記録は機密指定が解除されるまではレベル4以上のクリアランスがなければ閲覧できません。ホイ7383、突起事項。最近の実験において提案すべき内容を研究者が被験者に直接指示している事例が見られました。全実験の停止を求めます。O5